おばあちゃんが骨折をしてしまいました手術はうまくいきましたでも歩けるようになるためにはリハビリが必要ですリハビリは筋力回復のためにこの膝を屈伸する運動この単調な運動を毎日繰り返さないといけませんでおばあちゃんそれが退屈なんでなかなか続けることができませんじゃあどうすればいいでしょうかでこれはですね私が外学長を務めております神戸情報大学院大学の学生が 実際に直面した課題です。で彼は自分が何ができるか考えました。で I. C. T. 技術を学んでいるので、まあそれを使って何かできないか考えたんですね。でそれで彼がいろいろ試行錯誤して作ったものがこれです。動かない。<laughs> で彼がやったことは、えー。このおばあちゃんの足の動きをですね。モーションセンサーっていうもので、キネクト。これで感知して。でパソコンに情報を取り組んで。 グーグルマップを使っておばあちゃんが足を動かすとえーバーチャル旅行ができるこういう仕組みを作ってくれましたそれによっておばあちゃんはつまらなかったリハビリが面白くなってで頑張って毎日継続するようになって元気になったまあこういったことが起こりました神戸情報大学院大学っていうのは ICT 技術を学ぶ大学院です ICT 技術はまあ皆さんが毎日使うスマホのアプリもこれも ICT 技術であれば企業や政府が 企業に発注して大規模のシステムこれも ICTQs。いずれにせよ、すごく使われているシステムとあまり使えないシステムがあります。私は自分の学生にですね、やっぱり社会で活躍してほしいんで、やっぱり役立つようなシステムを作ってほしいなと思いました。そこで彼らに呼びかけたのは、なんか人に喜んでもらえるような仕組みを作ろうよということを呼びかけました。学生はまあ身近に存在する課題を見つけて それに対する解決策、仕組みを考えます。で、それを技術を使ってどうやって実現するかということを考えて、で、実際に現場で作ってやってみて、使ってもらって、で、どうですかこれで役に立ちましたか確認する検証、これをやります。この一連のプロセスを、私はの探究実践と名付けて、カリキュラムに組み込んで、学生に実践してもらいました。もう少し例を挙げますと、例えばあの皆さんはえ忘れ物とか落とし物をされますか 私は自分でですね忘れ物を大魔人って呼んでるんですけども、メガネとか携帯とか、カバンとか上着とか、あらゆるものはあらゆるところに置いてきてしまいます。で、毎日何か探し回ってます。で、困ってるんですけど、そうすると学生がですね、えー、忘れ物、落とし物を防止する、あるいはしてしまっても見つけるような仕組みを作りたい、でタグを使ってやるんだって考えてくれました。そそそれれいいななどどんんんやってよそんな感じですねそれから タイが大好きな学生はタイ語の入力システムっていうのを作ってくれましたあるいは家庭の節電が重要になっているということで節電を支援する仕組みを作ろうとそういった学生もいますでどうしてこんなことが可能になっているかというと今オープンソーステクノロジーっていうのがどんどん普及していますで過去に誰かが作ったプログラムとかあるいはハードウェアとかそういったものが自分で作ると全部作ると大変ですけども まあそういった過去の知っていうものがただあるいは非常に安価に手に入りますだから学生でもですねゼロから作るんじゃなくていろんなものを組み合わせて作ることがいいちなみに先ほど言ったリハビリシステムを作った学生っていうのは文化系の大学の出身なんですねだから別にプログラムのエクスパートだったわけでも何でもありませんでも先人の知恵を組み合わせればこんなものができてしまう面白い時代になったと思います そうやってこう探究実践というのをずっと日本でやってきたわけなんですけれども、これがですね、3年前から突然、海外に急速に展開することになったんですで。きっかけは JICA さんとの出会いで、JICA の方から教え,ていただきたい教えていただいたんですけれども、今、アフリカ中心に途上国で ICT t を使った i、CT、を使った課題解決というのは非常にホットなトピックになっているんですよと教えていただきました。そういいったことを聞いて私もアフリカに 行ってみることにしましまたで結構 ICT に力を入れてるルワンダという国に行ってきました。ルワンダって皆さんどういうイメージありますかちょっとなんか怖いイメージもないですかで私もまあそれなくはなかったんですけども行ってみてまず安心したのは私例によってあのバッグを3回もレストランに忘れてきてしまったんですけど3回と戻ってきたんですね。ああこの国安全だな素晴らしいなまずそう感じました。で都会は結構発展しています。 はちょっとこう足を伸ばして農村に行くと、電気も水もありません。水は例によって、亀ね乗せて、頭の上に乗せて運んでますま。そんな農村がいっぱいある。ところが、結構みんな携帯持ってるんですよ。それからスマホもどんどん安くなってるんで、スマホの普及も時間の問題と言われています。電気もないのに携帯があるのか、と思われるかもしれません。 充電屋さんというのがあるんですよ、ちゃんと。そこを持っていったら充電してくれる。ということで、電気も水もないんだけど、携帯ある。こういった中で何ができるかということを彼は一生懸命考えています。こ,この写真、これ、なんだと思いますかこう溝が掘ってありますよね。で、これはルワンダが ICT 立国ということで、光ファイバーケーブルを国中に巡ら,らせようということで、農民がみんなで桑で穴掘って、光ファイバー埋めたんです、全土何百キロは張り巡らせた。 その絵を見ておすごいなびっくりしたそれからこれは IT バスっていうやつです。バスの中に発電機とサーバーと2次代のパソコンがあります。これが農村に行って、えー、農村の若者、ね、電気もない農村の若者にパソコンの使い方を教えてる IT バス。これを見て本当みんな一生懸命パソコンやってるんですね。すごく感銘しました。まあ、そういった中で、そうは言っても、まあ、ルワンダのような 途上国いいいうのはまだままだだ課題いっぱいあります、えー、農業あるいは教育医療そういった基本的なものがまだまだ非効率だったり質のいいものを受けられなかったりさまざまな問題があるそれは IT を使って例えば遠隔で教育とか医療をやっていこういろんなアイデアがありますでもそれを実現するのはまだそう簡単ではありませんなぜかというとそういったことを考えて実行できる人,人がですねまだまだ少ないでまだまだ知識とか技術も少ないし それを技術が仮に持っていってもそれを実現するだけの経験とかノウハウがまだまだないそういったことがあって JICA さんの主催で私の神戸情報大学院に30人のアフリカ人8カ国からやってきたこれが3年前です私も初めて生まれて初めて英語で授業するしもしやましてやアフリカ人教えるなんて初めてなんでどうなることなちょっとドキドキしてましたまず感じたことは彼はすごくレスポンスがいいんですね役 すすすととととと思思っったたららきてて吸収ししまままま一方でつまんなないい寝 <laughs> 分かりやすすぎるなと <laughs> それから、えっと、日本のいろんなところに連れて行きました学校とか病院とか農村とかで IT がうまく使われているような事例いろいろ見てもらいました彼はすごく刺激を受けてて面白いと日本ってすごい国ですねこんないろんな工夫がされててすごいですねと感動してました。 逆に僕もそんな感動されては嬉しいなという感じだったんですけどもやっぱり我々いろんな工夫をしてきたんだなということを改めて感じましたでそうやっていろいろ吸収してもらってまあ6週間のプログラム終わる頃には彼らも自分たちの国の農業とか医療とかの課題に対して IT を使ったアイデアいろいろ持って提案を作って帰ってくれましたで探究実践面白いこれ使えるなもっと自分の国で広めたいとかまた神戸に来て学べたいとかいろいろ言ってくれてすごく私も 嬉しかったんですねでこれは結構いいなということでじゃあもっと広げていこうということでえ2年間の修士課程え我々 ICT イノベータマスタープログラムって言ってるんですけどもその2年間の探究実践と技術を学ぶプログラムを作りましたで幸い JICA さんあるいは文科省のさまざまな奨学金プログラムに採択されてたくさんの留学生がやってくることになりましたでこれはあの私のの授業の風景なんですけども まあアフリカだけじゃなくてアフガニスタンとかバングラデシュとかいろんな国から来てくれてもうみんなで国を選ばれてきた人なんでやっぱり優秀な方多いやる気もすごいんでもうけんケンがクガく議論してやってますそれから一つあそれでですね最近数えてみるとこの3年間でなんと30か国100人以上の人がこの我々の探求実践を学んでくれたことになるということが分かっておお結構 来たなという感じなんですけれども、まあ、ちょっと一つ事例を紹介したいと思います。これ、あの、ルワンダからやってきた、え、二十代半ばの学生なんですけれども。えっと、彼は、あの、防災の担当の官庁で働いています。で、彼は、あの、まあ、日本でもですね、まあ、先日。残念ながら、洪水で、事故がありましたけれども。まあ、彼も、その、ルワンダでもですね、洪水で結構、人が死んじゃうということで、彼は。 洪水で死ぬ人を減らしたいっていう強い思いを持っています。で、まず彼がやったことは、日本とか先進国の事例を調べて、どんな防災システムがあるんだということを調べました。するとやっぱり洗練されたシステムがいろいろあります。ただそのままではルワンダでは使えないということも分かりました。それなぜかというと、やっぱり先進国のシステムというのは電気とかネットワークとかそういったインフラが通じていることが当たり前。まあそういった状況の中で使われている。あるいは やっぱり非常に洗練されたシステムなのでコストも高い何億何十億とするこれはこのままではインフラもないお金も少ないロワンダではちょっと無理だなということでまあ彼は自分で工夫をして安価でかつ実用的なシステムを作ろうと考えました彼は技術者ではないので技術の詳しい日本人の学生とか教員の助けを借りながら自分で一生懸命作りましたオープンソースやっぱりオープンソースを使ってこのソーラーパネルとか アルドゥイノっていって安いパソコンとかからセンサーとかそういったものを組み合わせて作ったいろいろ考えた中で作ったシステムの一つがこれですある意味原始的にもう川の増量ですね川の水が増量した時にそれをセンサーで測って検知してそしたらサイレンが鳴るっていうそういう仕組みを作ってくれましたでこれがあの神戸の六甲山の山の上で実際にこの水が上がったサイレンが鳴るか実験してるところなんですけども あのまあサレの音がすごく大きいのでえ近所迷惑なんでなかなか実験する場所を見つけるのに苦労したって彼は言ってましたけどまあ実験うまくいったんですねそれであのもちろんこれを実際に実現するためにはいろいろ課題はあると思いますただ彼はこれでこの研究で論文も書いて複数の学会で発表してまあ結構注目されるような研究もねやってくれましたまあそういったことでこの 私の大学院でもう結構国境を越えてまあ日本人あるいは外国留学生で技術者、あるいは技術者でない人がもう一緒になってこう。ワイワイがやが探求していますえ、結構面白い発展がしてきて、今あのアベニーシアティブっていうプログラムがあるんですけども、5年間で1000人のアフリカ人を日本の大学院に呼んでまあ2年間マスターを取ってもらって帰って。それで日本企業と。 アフリカの架け橋になってもらおうとこういうプログラムがあります。でそういった中で私の大学院神戸情報大学院大学は今受け入れ数で全国の中で2番で技術系では一番多いということになっています。でそこでこの留学に来た学生とか日本企業あるいは JICA さんとか j e t r さんの支援も得てじゃあ日本の企業がその学生といろいろ協力して。 アフリカに行って、課題解決、あるいは BOP ビジネスをやろう、そういったことをどんどん発展してきています。まだまだ始まったばっかりですけれども、本当にこの IT を使った課題解決の探究実践というものが面白いことになっているなって感じています。ちょっと振り返ってみると、日本って結構ね、技術を使っ,たって社会を良くするってこと、結構得意ですよね、新幹線代表されるように、技術、ハイテク、得意です。 じゃあ何がこれ新しいのかと考えてみると一つはこのオープンソースとかによって非常に個人でも大きな企業でなくても個人でもベンチャー企業でも結構面白いことがトライできるようになった自分でこんなことを作ってみたいということを主体的にトライできるこれすごく面白いと思いますさらにそれが日本だけじゃなくて遠く離れた途上国の人のにも貢献できる彼らの 幸せっていうものに貢献できる、笑顔を作っていける、そういったこともできるようになったというふうに感じています。大学院のキャッチフレーズは、Social Innovation by I and Yourself and です自分が動くことによって社会を変えることができる、そういうふうに思います。どうもありがとうございました。